グランドオペラ、グランドオペラ、英語で、グランドオペラ、本来はフランス語で、グランドオペロ、グランドペラは、19世紀前半のフランスパリのオペラ座を中心にして流行したオペラの一様式を表す用語である。この言葉を正確に定義つけるのは難しいが、今日では、様々な要素において、大規模なオペラを、グランドオペラ様式と称することが多い。 歴史的題材を採用した台本、数多くのキャスト、主要登場人物、大規模なオーケストラ編成、豪華な舞台衣装、スペクタクル的な舞台効果などに加えて、音楽面ではセリフ語りがなく、すなわちドラマ進行はレチタティーボによる、構成上は4幕あるいは5幕の多数幕立てとして、多くの場合バレエを含むことなどが特徴である。もっとも、十九世紀前半のフランスではセリフなしの、 オペラは一幕物であってもグランドオペロと称されていたので歴史文献にあたる場合は若干の注意が必要である。19世紀半ば頃から次第にこの様式のオペラの人気は薄れていった。大きな理由としては舞台装置などに巨額の費用がかかる割には19世紀後半からのより洗練されたオペラ軍に対して音楽面での 魅力が劣っていると考えられたことがある。それでも、様式としてのグランドオペラは、決して完全に滅びたわけではなく、多くの作曲家がこの様式でのオペラを、作曲し続けた。18世紀末から19世紀初めにかけて、数度の革命、反革命を経たフランスでは、政治、経済、文化の革命で、パリ一極集中の度合いが顕著であった。オペラも、 また例外ではなく、フランスのオペラといえば、パリのオペラを意味した。これは、同時代のドイツやイタリアがまだ両方国家であり、それぞれ別々の領主、総主国に属する都市が、独自のペラ劇場を発展させていったのと対照的で、ある。皇帝ナポレオン一世一家の千八百七年四月十五日の政令は、パリで特権的にオペラ工業が可能な劇場として、 パリオペラ座、オペライコールコミック座、そして、工合劇場、あとのイタリア座の3つを指定していい。オペライコールコミック座で上演が可能だった演目は、歌とセリフが混在する作品のみ、工合劇場でのオペラはイタリア語に限られる、とする規定があり、中心的な劇場と考えられたオペラ座はフランスで、歌われ、かつ、すべてが歌われるつまりセリフなしで常に音楽が流れ、 バレエも含みうる作品を上演できる唯一の劇場という特権が与えられた。その一方で、オペラ座は1シーズンに大作3幕ないし5幕物の新作を最低1作、商品1幕ないし2幕物を最低2作初演しなければならないとされたため、新作オペラに対する需要が工場的に高かった。 出版物に関しては1830年の7月革命で検閲が廃止されたフランスだがオペラ公演は常に検閲の対象であり続けたしかしその実態は次第に公演の水準維持的なものに変容しており君主制やキリスト教に対する冒徳行為と検閲官が判断したものに対して神経質なまでの干渉が行われたドイツ イタリアの各都市に比べれば表現の自由は相対的には確保されていた。フランスではまた早くも1791年にはフランス人作曲家の著作権の保障が法令に規定され、1829年には公述する大本作家スクリーブらによって著作権保護を目的とした劇作家・作曲家協会、 ソシエテデス・オターズ・イ・コミューポジーター・ドレアマティックスが創設された点も作曲者の許諾を得ない楽譜の売買が横行していたヨーロッパ他国対して先進的であった。非フランス人作曲家のオペラもフランスで初演され楽譜がフランスで出版されればフランス人と類似の保護制度に良くした。つまりパリはオペラ作曲家にとってより自由な作品をより多く上演でき。 結果として、より儲かる年だった。こうして、18世紀末から19世紀前半に、かけてのパリオペラ座は、フランス人、外国人を問わず多くのオペラ作曲家を引き付けた。イタリアでは、以前より、ドラマ展開にはセリフでなくレチタティーボを用いることが、常識化していたが、パリにやってきた多くのイタリア人作曲家、特にケルビーには、力強いドラマ展開におけるその功用を、 フランス人の観客にも実証してみせた。また、ナポレオンお気に入りの作曲家スポンティには、コルテスのアステカ征服史に題材を取った、ナポレオンジが題材を選択したともいう雄大な、1809年を作曲し、そこでは、史実通りに16頭の馬を舞台に登場させるなど、オペラの舞台構成は、次第に大規模化していった。初期グランドオペラの主要作品としては、オベールの、 ポルティチの推し娘、ラムエット・デ・ポルティチ、1828年、ロッシーニの最後のオペラ、ギオーム・テル、ギロメテル、1829年などもある。そして、このグランドオペラ様式の第一人者となったのが、ドイツ人だがイタリアで最初の成功を収めたジャコモ・マイアベアであった。1831年の悪魔のロベール、ロバート・ル・ディアブルによって、 パリのオペラ界に進出した、彼は、傑作、ヨグノー教徒、レヒューモナッツ、1836年により、グランドオペラの代表的作曲家と手の地位を確立し、予言者、レプロフェット、1849年で、キャリアの頂点に到達した。彼のオペラは、工業的にも、大成功であり、当時パリ在住の若きワーグナーまでもが、その手法を模倣したと考えられる、リエンチ。 リエンチ、1842年を書いている。その他、アレビのユダヤの女、ラジアウィーブ、1835年、今日でもレパートリー作品であるグノーのファウスト、ファウスト、そして、ベルリオーズのトロイアの人々、リストロインズ、マイアベアのツ壺に初演されたアフリカの女、エルフリケン、1865年、また19世紀末の作品としては、 マスネのエロディアードやルシッド・レシド1885年などもグランドオペラ様式の代表作と考えられる。大本面での第一人者はウジェーヌスクリーブであった。彼は歴史上の大きな流れのドラマにそこに生きる登場人物の恋愛、信仰、私的事故と公的事故の間の葛藤などをうまく織り込んだ大作成を得意としていた。ユグノー教徒や ユダヤの女では、抑圧された少数者の悲哀にまで筆が及んでいる。そしてそれら複雑な要因が、宗教上の大虐殺、ユグノー教と、革命の勃発、ウィリアムテルといった印象的なクライマックスに向けて、動き出すのである。パリのオペラ座は、このような大規模な舞台が可能となるよう、設計されていた。舞台幅、奥行きともは三十メートル超、奥行きにかけて、 最大12枚の中間膜を上下させられる構造であった。複雑な演目では60人の機械操作担当者とそれ以上の人数の助手を要したという。1832年からは舞台照明としてそれまでの灯油ランプではなくガス灯を全面的に用いている。ガス灯は単に無縁で明るいというばかりでなくガス流量を手元制御することで 機動的な明暗付け可能であり、舞台効果の発達につながった。またがス等によって、明るくなった舞台がもたらした変化として、歌手や合唱団員の大げさなジェスチャー、表情付けが歓迎されなくなり、より微妙な演技が歓迎されるようになったとの説もある。もっとも、当時の舞台所作を正確に伝える資料は存在しない。そして、舞台装置の点で、グランドオペラを支えたのが、 ピエール・シセリとルイダ・ゲールの二人だった。1816年から1848年までの長きにわたりオッペラ座の会が主任、ペイントリンシェフに任せられたシセリは歴史的感覚に比で壮大な、しかし詳細な歴史的交渉に基づいた舞台装置を作成した。ウィリアム・テル公演の交渉のために彼はわざわざスイスとイタリアへの旅行も行うほどであった。ダゲレオタイプ。 実用写真術の原型の創始者として、より有名なダゲールは、彼のパノラマあるいはジオラマと称する技術で、それら装置に立体感を与えた。二人の共同になる典型例は、上記オーベールのポルティーチの押し娘の第五幕の装置であり、そこでは、舞台手前には、壮麗な宮殿、中継には、森林と街並み、そして最高径には、ベスビオ火山を廃止。 しかもクライマックスでその火山は花火仕掛けで大噴火し、そこから流れ出た溶岩が舞台全面を覆うのだった。当初オペラ座公演では既存た演目の装置の流用がコスト的観点から奨励されないまでも黙認され、シセリはこのリサイクルの点でも天才的な手腕を発揮したという。しかし1831年には新演目は 新たな装置と衣装で上演されなければならないとする規則が加わり、舞台装置に新規性を求める風潮に一段と拍車がかかった。その場合、時代交渉に始まり、装置、衣装制作、譜面完成後の長期にわたるリハーサル等、新作公演には最低18ヶ月の準備期間を要した。舞台が大規模となり、またそこに同時に出演する歌手、合唱、エキストラ、 バレエ人などの人数が増加するのに伴い、舞台進行の整理役が必要になってきた。19世紀前半はまだ演出家と呼ぶに足る職業は、影も形もなかったが、この頃から、ステージングマニュアル、リーバレエで見せ EN 戦が整備、保存されるようになり、当時のオペラがどのように舞台化されていたのかを今日知る手がかりになっている。 グランドオペラ様式は大規模な合唱を必要としていた。1837年におけるオペラ座合唱団は76人、ソプラノ29人、テノール27人、バス20人で、これは世界最大であった。男女比く対4の方よりは、これは鳥と卵の関係であるが、大群集シーンで兵士、僧侶役など男性をより多く必要としていた。 グランドオペラ初演目に公的であった。ヨーロッパ他国に目を転じれば、はっきりした記録の残る同時代の多劇場の例では、ドイツのオペラハウスは、比較的多人数の合唱を持っていたがそれでも、50から60人、サンクトペテルブルクでは48人、オペラの最高峰の一つと目されていた、ナポリのサンカルロ劇場ではわずか36人であり、またいずれも男女比ほぼ半々。 内視は若干女性多数である。ベルリンやプラハなどの劇場でオペラ座の演目を移入する際には合唱それも男性部の拡充が行われている。単なる人数ばかりでなく質の点でもオペラ座の合唱は多を凌駕していた。団員はすべてパリ音楽院で専門教育を受け楽譜の読解が可能な月給制の合唱団員であった。定集を得ていればこそ 長期間にわたるリハーサルも行えたわけである。これに対して、例えば同時代のイタリアの劇場の合唱団員は、公演の都度給金を受け取る兼業パートタイマーであり、また独付できるものは少なかった。18世紀のオペラが主に王公貴族の愛願物であったとするなら、19世紀のグランドオペラの中心的な観客層としては、産業革命の受益者、シンコーブルジョア層。 工場経営者、金融、証券ブローカーなどの存在があった。この点でもフランス、特にパリは、ドイツ、イタリアに明らかに先行していた。かつての貴族たちとの最大の相違は、ブルジョア僧は、成金とはいえ昼間は制御に従事している、ということが挙げられる。1日の仕事の疲れを癒す娯楽として、深淵で怪獣なものではなく、視覚上も、 聴覚上も豪華絢爛で単純明快なグランドオペラ様式がまさにマッチしていたと考えられる。新構想の関心を買うべく劇場の改装なども頻繁に行われた。1831年から35年にかけてオペラ座の支配人だったルイベロンは暖房設備の更新に始まりボックス席の仕切りを一部撤廃して定期会員同士が演奏中歓談したり、 他人のファッションを見物したりするのに便利とする、とうとうあらゆる進行策を浪し、巨万の罪を成した。またベロンは百人を超える、桜舞台、クラックを葬式させ、舞台人気を維持したとも言う。こうした、信仰なり金階層を嫌をする、元貴族たち、あるいは、真のオペラ通りを辞任する、者たちは、オペラ座のグランドオペラ公演を避け、 イタリアオペラの言語上演を行っていた、イタリアザ、サター・イーターリンを好んだ。助曲の前には席に着く、アリアの最後、幕の最後になって、初めて拍手をする、グランドオペラでは、随所で拍手をして盛り上げる、桜が雇われていることが通常でったといった、近代的なオペラ鑑賞マナーは、彼らグランドオペラ寄者から発生したとされる。顧客層の変化は、 劇場運営にも変化をもたらした。1793年以前にはほとんどすべての公演は午後5時に開始されていたが、1799年からは6時、1803年からは7時、1831年からは上演時間の長短に応じて7時、7時30分、または8時にまで開演時間が繰り下げられている。後には鉄道での帰宅者の便を考慮して、 終演時間は深夜0時を過ぎてはいけないとするただしも加わっている。ベルディはこの規則のため、ドン・カルロス・パリッショ・に楽譜のカットを行っている。バレエもグランドオペラの重要な一要素だった。イタリアやドイツで成功したオペラも、ここオペラ座で演奏する際には、必ず大規模なバレエが補作、ディベルティスマンされた。ベルディ、オテーロなどもそういった一つで、 タイカ・ベルディも木に竹を這いだようなバレエ音楽を挿入している。パリ・オペラ座ではこのバレエ不可版、オテロを1966年まで公演で用いた。さらに、グランド・オペラ時代のパリ・オペラ座では、モーツァルトの魔キ・ドン・ジョバンニを上演する際にも、聴衆の好みを優先し、原作を一部カットの上、代わりに、モーツァルトやハイドンの気楽曲などを挿入し、これに合わせて、 バレエを踊らせるという、グランドオペラ化を施した上映を行った。このように、バレエは、芸術上の必要性ばかりでなく、むしろ社交上、工業上の要請の産物だった。オペラ座には、定期会員が自由に出入りできる、ホワイエドラダンスあるいは、ホワイエで、ダンスウール、踊りこだまりなる大広間見学屋が配置され、これも支配人、ベロンの改革の一つ。 オペラ座に頻繁に通う紳士たちは、舞台鑑賞そっちのけで、着替え中の悲喜のバレリーナとの間談、あるいはオペラが終わった後の夜の過ごし方の相談に、時を過ごすのだった。マイアベアに至っては、彼女ら踊り子を、はっきりと、交渉並みの存在とことでいる。もっとも主役級以外の踊り子は、発給に甘んじており、売春を生活の糧とするのは致し方ない、現実だった。 彼らの強い希望もあり、グランドオペラにおけるバレエは、第二幕、あるいは第三幕に挿入されるのが寒冷化していた。彼らは退屈な、と考えられていた序曲や、第一幕は見ずに、ゆっくり飲食直し、遅くなってから劇場に現れた。また、上日のように昼間は制御に従事しており、早くから劇場に来られない、という顧客も多かったかもしれない。彼らが、 大きな双眼鏡で、ひいきの踊り子に見とれる様子は、当時のエイリ雑誌でも風刺されている。1861年、ワーグナーは、タンホイザーのパリ初演を行ったが、彼は、ドラマの連続性、緊張感を重視して、バレエを序曲の直後に入れたため、バレエを見損なったこれら常連客、バレエ愛好者を中心とした、ジョッキークラブと称する団体の豪合たる非難を浴び、 公演は三夜にして中止となった。こうして流星を極めたグランドオペラ様式もちょうどガルニエザが創建された1875年頃にはその衰退が見られるようになってきた。外的な要因としては巨大化するばかりの舞台装置の維持、運営コスト、オペラ座は照明用のガス料金の減免交渉をしばしば政府と行っている歌手人。 合唱団の肥大化とそれに伴う芸術性の低下、1870年からの不屈戦争による混乱とフランスの敗北による経済的疲弊、舞台関係者の相次ぐストライキ、1873年に当時のオペラ座だったルペルティエ劇場が火災で消失、貴重な舞台装置や衣装、楽譜等を失ったことなどが考えられる。しかし、より大きな要因は、 グランドオペラそのものの芸術性に対する疑問であろう。ドイツでのワーグナー、イタリアでのベルギなどはオペラの芸術としての可能性をそれぞれの方法で追跡していった作曲家たちだが、パリの作曲家たちは舞台効果の新規性に頼るばかりで結局のところ新たなものを生み出すことができなかった。しかし、様式としてのグランドオペラが全く死滅したと考えるのも、 また総計であろう。ワーグナーのニーベルングの指輪四部作、ベルディのアイーダはそれぞれ彼らなりの方法でグランドオペラの壮大さを観骨だったした作品と見ることもできるし、ロシアではムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフ1868年などにもグランドオペラ影響は顕著である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。